スタート。よし、では4時間スタートしました。はい、後入れの霧ヶ谷です。今回はね、4時間で VTuber を作っていくということで、 VTuber は左右対称で書いた方がいいので、ちょうどね真ん中に対称定規を置いて、ぴったり真ん中からの左右対称のイラストが描けるような準備をしています。で、霧ヶ谷が使ってるこのペンがね、あの左右対称じゃなくて、ちょっとこういうさ、非対称なペンなんですけど、本当は左右対称のペンで描いた方がいいです。ただ、霧ヶ谷は描いた絵をそのままね使うんじゃなくて、イラストをね右目だけライブ 2D に読み込んで、その後コピペして左右対称にするみたいな方法を使っていくので、左右で形が違うやつでも大丈夫なのです。はい、後入れの霧ヶ谷です。ではここからはね、簡単な下書きを書いていきます。どんな服にしようかなというのは、実は事前にね裏で考えていたので、その案を元にデザインを書いていっています。 OK、 お顔を書いていきましょう。できるかわからないんですけど、イヤリングをつけたい。パーツ分けしながら線が描こうかなって思ったけど、向いてないのでやめます。はい、後入れの霧ヶ谷です。ではここからはね、お顔をもうちょっとしっかり描いていきます。このさ、 VTuber さんを左右対称で描くことによって、普通のね絵よりね半分の時間で描けるっていう利点がありつつも、完全なね左右対称のイラストって可愛く描くのがすごく難しいので、この左右対称でありつつ硬い絵にならないのはどうしたらいいかななんていうのもちょっと考えながら描いていっています。ではここからはね、ザクザクっとしたラフからもう少し細かい下書きをしていってる段階なので、ざっくりとカットしていきます。カット。はい、ということでここからは髪の毛の下書きをしていくんですが、線で描くよりもこんな感じで色でね束ごとに分けていった方が、塗った後の全体的なボリュームのバランスも捉えやすいですし、さらにねその形としても崩れにくいようになっているので、髪はこんな感じで線ではなく面で描くことにしました。同様にね塗りが簡単になるように、上に来るパーツ、ピアスとかリボンとかそういうものもすべてこの塗りでパーツを作ることにしました。ちゃんと線画を描いていきましょう。はい、ではここからはねちゃんとした線画を描いていきます。とはいえね、ある程度厚塗りで線画は潰してしまうので、かっちり線画というよりかは、まあなんだろうな、塗りつぶすときに楽なくらいの粗すぎない線を描いていきます。でこの時にねちゃんとねパーツ分けをある程度しています。ではねここからは本当に下書きの線をなぞっていくだけなので、ざっくりとカットをしていきます。カット。こんな感じ。よし、なんかある程度全部のパーツが分かれた気がします。よし、色を塗っていきますよ。どうやって塗っていこうかな、どうやって塗っていこうかな。とりあえず一番下にさ、まず囲って塗るツールで囲って塗っちゃおう。色を置いていきます。じゃん、タラララララララン、よいしょ。耳はねもうね色はそのままでよくて、鼻は多分ちょっと別レイヤーじゃないと、あ、困らないかも。横向き作るわけじゃないですし、横向き作るならね鼻別レイヤーにしないと困っちゃうんですが、作らないので多分同じレイヤーでも良さげではありますが、まあ一応ね別レイヤーで形作っておきましょうか。で、目のレイヤーはいろいろと別にしてあげないと後で困るので、上と下は一緒でも困らないかな。
とりあえず1レイヤーで塗っていっちゃいます。で、後でこの塗ったやつをさっきのパーツ分けのレイヤーにそれぞれクリッピングをして、それでよいしょ、パーツ分けとしましょうかね。何の話をしてるんじゃいという方はね、その瞬間まで見守っててください。できるはずなんです。できるはずだと直感は言っています。よいしょ、アイラインをラインとして書いていきます。下まぶたと粘膜を一緒に作り込んでいきます。はい、後入れの切りがやです。ということでね、ここからは厚塗りをしていってます。お目目のパーツとかはね、先ほども言ってる通りにちゃんとパーツ分けをしながら塗っていっていますが、普段はね、このアイシャドウとかも濃度ごとにレイヤーを分けてたりするんですが、今回は1枚のレイヤーでゴリ押ししていきます。で、お目目もね、また別のレイヤーで黒目だけのレイヤーになるように塗っています。ここでね、全部左右対称定規を使って両方のね、お目目が同じレイヤーに描かれているんですが、これはね、後からライブ 2D 上で左右反転したいので、描き終わった後に片方のお目目を消す感じでパーツを作っていこうと思っています。で、まつげを描いてます。このまつげはね、一本一本違うレイヤーに描くようにしてます。こういう上向きのまつげは、一つ一つパーツを分けないと、この目をつぶった時に下向きにね、下げられなくなっちゃうので、そんな感じで全パーツ分けるようにしてます。下まつげはね、ある程度同じレイヤーにしちゃっても大丈夫ですが、横を向かせたりね、して、まつげのね、重ね順とかをちょっと近くしたいとかがある場合は、下まつげも一本一本分けた方がいいです。まつげの影はね、切り替えは1レイヤーで描いてます。これを、複製どれだっけ？複製のショートカットキー忘れちゃったから、一個一個こうするしかない。こんな感じでパーツごとにね、全部髪の毛をよいしょ入れまして、これをね、パーツパーツでちゃんと立体感をつけていきましょう。はい、ということで、後入れの切りがやです。こんな感じで髪の毛はざっくり色をのせた後に、パーツパーツで細かなね、立体感をつけていくことにしました。厚塗りだから髪の毛分割して塗るのちょっと難しいよという方は、同じようにね、まずざっくり1枚でね、クリッピングで影をつけた後に、パーツにクリッピングし直して、細かなね、立体感をつけていくようにすると、厚塗りでもね、このライブ 2D の細かなパーツ分けをしつつも、ちゃんと厚塗りで塗れるという感じになると思います。ちなみにめちゃくちゃこだわりたい場合は、影、ハイライト、全部別レイヤーにするのがいいです。切り替えの人間モデルはすべて別レイヤーになってます。とても調整が大変です。ではね、ここからは髪の色塗りなので、また倍速化カットしていこうと思います。はい、はい、というわけである程度髪が塗り終わりましたね。髪の毛はね、こんな感じで、顔の後ろに来る部分も全部抜けがないように色を塗ってください。そうしないとね、髪が揺れた時とかに髪の毛がない部分ができてしまうので、このね、塗り足しすごく重要です。まあね、忘れたら後から塗り足せばいいんですがね。ということで、残りのね、お顔のパーツも塗っていきます。今回はね、顔の横 X を作る予定がないので、ある程度全部まとめて描いてます。で、口は開いたり閉じたりするので、口の線画、そして口の唇、口の影、口の中身、すべて全部違うレイヤーに描いていってます。ではこの後ね、どういう風に口パクを作っていくのか、リアルタイムの桐ヶ谷が解説しています。はい、口の中身がいるんですよね。しょ、口の中身、どうしようかな、これくらいがいいかな、口の中身ね。
パを描きます。なんかしっかり歯を描いてる時間はないから、まあサクッとね、歯っぽい何かが何かになればいいや。とりあえず口の中こんな感じでよしとしましょうかね。その隠す機能のためにこんな感じで、これがね、その隠す機能になるそれなので、この隠す機能のやつをちょっと作っておきます。はい、そんなこんなで顔の色塗りが終わりました。ここからはね、服の色塗りをしていきます。この時は服は襟、上半身、袖、腕、スカート、足でパーツを分けて塗ることにしました。もっと細かくやりたい場合、もっとちゃんとねフリルの揺れとかを作りたいよという場合は、この胸元のフリルや袖のフリルなんかも全てねパーツ分けした方がいいんですが、今回は4時間である程度それっぽくなればいいということで、結構一つのパーツにしちゃってます。これもね完全な左右対称で塗ってます。それではこの色塗りもね、厚塗りをしていっているだけなのでしていっているだけなので、完成まで倍速かカット。はい、ではピアスです。ピアスは揺れを作りたかったので、下のリボン、真ん中のブローチ、上の金具、そして金具からこう伸びている金具をすべて、4パーツですかね、2パーツ分けしました。 OK、 全部書き終わった。キリガヤ、これ全部書き終わりましたか。書き終わったかな、大丈夫かな。ではよいしょ。反対側のやつをいろいろと消していきます。これで、ここも消して、一回保存かけて、Live 2D にデータを入れていきます。OK、これで Live 2D に移ってまいりました。よっこいしょ。これで、全部、オートで、標準とかでいいか。まず標準でオートでメッシュ割りをします。こんな感じ。OK。で、あとはいろんなものがクリッピングされていないので、クリッピングしていきます。これは大丈夫。あとクリッピングしなきゃいけないのが、この口の中。よいしょ。口の中を、このまず、赤いやつを 0% にします。あ、これ、あれだね。標準で分けて、で、この ID を、口の中のものに全部クリッピングにかけて、よし。クリッピングにかけた後に、マスクを反転っていう行為をすると、こんな感じでなんと、赤にある部分、赤で塗った部分が表示されなくなるという機能があるので、こんな感じで表示されなくなります。で、この赤の位置を変えてあげれば、表示されるようになるんですね、口の中が。そういう機能があるんです。よいしょ。これはね、ツイッターで学びました。はい、というわけでここからは、今作ったアートメッシュを、変形して瞬きの形を作っていってます。ライブ 2D ではね、この割った三角のドットの部分の頂点を動かして形を作っていくという、仕組みになっているので、こんな感じでね、一個一個微調整を加えていってます。たまにね、こういう風に見える緑の点は、この緑の点の周囲を一気に動かすよというざっくり変形ツールとなっていますね。このざっくり変形ツールで形を動かしつつ、さらにね、もともとの割ったこのグレーの点の方で細かい微調整をするという繰り返しをしています。でね、このアイシャドウとかもちゃんとねメッシュを割って形を整えてあげないと、こうにじんじゃってる
まあ、ちょっとにじみは今回出ちゃってるんですが、このにじみがもっとね、ぐちゃーってにじんじゃうので、そこら辺も気をつけて形が狂わないようにしてあげます。そしてね、今ね、あ、ちょうどまつげをやってますね。このね、まつげ一本一本下に向かせるために、一つ一つレイヤーを分けました。これをね、一つのレイヤーにしておくと、この上下で、動かす上下で形をいじるというモデリングが難しくなっちゃうので、こういう上向きのまつげを下にしたい場合は絶対にレイヤー分けてください。下向きのまつげをね、そのままね、下向きのまま変形する場合はある程度、レイヤー一つになってても問題はないんですが、まあ、よりね綺麗さを求めるならば分けた方が綺麗になります。グニャンってなっちゃっているまつげとかも整えたり、あとはねこのハイライトの位置とか長さとかも変えてあげるとより自然です。キリガヤがよくやるのが、このさっきのね、よいしょ、口の端っこと上唇の線画をこうやって両方とも選択して、こんな感じでバインドっていうのをやって、よいしょ、はい、よいしょ、こうすると、こうするとね、この線画を動かすと一緒に、さっきの、唇を隠すのも一緒に動いてくれるっていう、そういう機能があるんですよ。なのでその機能を使って形を作っていきます。これを動かすと、ちょっとこの上隠しを、ほら、こんな感じで、こんな感じで、この上隠しが唇の線画に合わせて一緒に動いてくれるっていう、そういう機能をさっきバインドってやつで作りました。はい、このバインド機能ね、なかなか実際に使ってみるまでどういう機能かっていうのが想像つきにくいと思うんですが、よくわからないよという方は一回触ってみてください。はい、もしくはね、バインド機能、細かく詳細にね、解説しているライブ 2D の公式の解説や、あとは多分解説してくださってる動画とかもあると思うので、そちらをね、ご覧ください。で、まだまだね、時間が残り46分あるので、笑顔目も作ることにしました。笑顔目は、閉じ目から目がね、クッとアーチ状になっている形に変形していきます。で、まつげはね、笑顔の場合は上向きのまつげの方がいいかなと思ったので、元のね、目開いてる状態のまつげの形をコピーして、そこから変形することにしました。元のね、パーツじゃなくて、形状をコピーしたい場合は、コントロール、シフト、C。形状だけをペーストしたい場合はコントロールシフト V でできます。では、ある程度お顔のモデリングができましたかね。それではリアルタイムの切り替えにバトンタッチしました。で、角度を10かな、15はちょっとやりすぎだよね。10だね。よいしょ、やると傾きます。声の動きの反転で両方に傾くようになりました。で、首に、よいしょ、新しいデフォーマーを作ってあげて、で、首のデフォーマー、襟の裏を描くのを忘れてたね。裏を描くっていうとなんか策略するみたいな感じしますね。ちょっと待って、これ回転デフォーマーの位置が違うね。ちょっと待ってね、ちょっと上すぎるね。ここら辺だね。首がなんかこのなんていうの、この秒針みたいな、ここのさ、これをこれのちょうど中央を軸に回転してくれるので、そこの位置をうまく合わせないと、なんていうの、首が滑っちゃうみたいな、回転してるんじゃなくて滑っちゃうみたいな感じになっちゃうので、そこをうまく、このちょうど中央を顎のちょっと上あたりにしてあげると
いい感じにちゃんと首をかしげてる風になります。こんな感じだね。フォーマー一回突っ込みますね。で、フォーマーに全部突っ込んで、今突っ込んだデフォーマーを、一つにまとめて、まとめたやつをちょっと一回この Z にね、こんな感じで、よいしょ、入れていきます。で、こうしてあげると。今ださ、髪の後ろ側はさ、フィギュアみたいな感じでピキーンってなってるけど、こうすると重力に合わせて髪の毛がこう動いてくれるから、柔らかい髪の毛になります。重力が存在するようになりました。で、同じように、ピアスにも重力をつけていきたいので、はい、では後入れの切り替えです。ここからはね、顔の傾きに合わせてピアスに重力をつけたり、あとはね、体をコントラポストっていうんですか、かっこいいポーズと言われるこの傾いている頭と同じ方向の腰が上がるような体の動きを作ってあげます。今回ね、大きなこの体の横の動きとかを作る時間はないので、顔をかしげた時にいっぱい体が動くことによって、よく動くモデルに見えるようなモデリングをしていきます。これを反転、OK、で、動きをつけた後に反転のコピーをすると、その動きも一緒にコピーしてくれるので時短になります。こんな感じで、ほら、動きがある動きがちゃんとありますよ。で、あとは、あ、じゃあ髪揺れ作ろっか。よし。ちゃんと作るのは大変だから、ある程度でいきます。Z でもなんか、50くらい揺れてもらおう。追加。よいしょ。こうして追加にしまして、まあ、ある程度ね、こんな感じで髪の毛が揺れるようになりました。うん。いいんじゃないですか。こんな感じで他のやつも作っていきましょう。物理演算がこういう感じで髪が揺れるようになりました。で、あとはピアスも揺らしたいので、よいしょ、ピアス揺らしたいので、上から順にやっていこう。で、まず全体を軽くこんな感じで揺らします。で、オプション複製。よいしょ。次に、ここを、軽く、揺らします。OK。で、最後に、よいしょ。この、リボン部分を、軽く揺らします。で、ここにさらに、リボンの、これオートじゃない、やめよう。変形度合い大にして、よいしょ。この、リボン自体を一緒にちょっと揺らしてあげます。こっちも。このリボン自体をちょっとだけ
よいしょ。揺らしてあげます。で、長さを全部、8くらいにするか。で、ここにピアス揺れ、さっき作ったピアス揺れを3つ入れてあげると、可愛くはありますね。でも10くらいがいいかな。12くらいにするか。こんな感じ。可愛いんじゃないですか？反転します。終了ですね。お披露目まで。3、2、1。ドドーン。というわけで、今回、約4時間240分で作ったライブ 2D、こんな感じになりました。で、全身でね、お見せするとこんな感じです。結構ね、なんか、横向きがなくても、こうやって、大きめにね、Z が左右に揺れると、結構これだけでも可愛いですね。それでは、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が面白かったという方は、評価やコメント、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、霧ヶ谷誠でした。